2014年始まりましたけども、この後は、予報センター天気気になる人もねいると思いますんでね、天気予報センター誰がやってくれるんでしょうかね、2014年一発目は柳がお届けします。どうぞ。明けましておめでとうございます。今年も皆様よろしくお願いします。はい、ということで2014年最初の予報センターですけれども、今ね後ろ映ってますけれども、はい、数人が一緒に仕事をしているような状況です。年越しを会社で、はい、毎年結構そうなんですけどね、このままみんなでですね朝日を見るという楽しみが、この会社朝日はですねとっても綺麗に見えますので、それを励みに年越し頑張って働いている予報センターとなっております。きっと今年ですね朝日ここからはとても綺麗に見えるんじゃないかという予想を出しています。